なんだ。龍は眠らない。お前だぞ。話は聞いた。この先の階段を使って上に行け。質問には一切答えられない。上に行け。わかった。ちょっといいかな。この先の階段を使って上に行け。質問には一切答えられない。上に行け。わかった。この奥にも何かありそうだな。何か用か。龍は眠らない。お前が例のやつか。話は聞いてる。この階段で上に行け。質問には一切答えられない。上に行け。わかった。待て。ここから先は立ち入り禁止だ。怪我したくなかったらさっさと戻りな。なんだ小僧。龍は眠らない。お前が例のやつか。話は聞いてる。この先の階段で7階に行け。質問は一切なしだ。この先の階段で7階に。そうだ。おい待て。勝手に上がるな。上の階は立ち入り禁止だ。さっさと戻れ。何か用か。龍は眠らない。お前がそうか。この階段で7階に行け。7階に修験達がいるのか。行けばわかる。わかった。何か用か。龍は眠らない。お前がそうか。待ってたぜ。この先に龍の扉の部屋がある。その部屋に入れ。龍の扉の部屋。あなたが修験達さんですか。修験達はこんなハンサムじゃねえ。俺様も修験達を探してるんだ。
たっぷり可愛がってやるぜ。可愛がってもらえんのはてめえの方だぜ、ドキュお前は、レン。てめえら、まとめて可愛がってやる。あの部屋だ。腹減ったな。夜が明ければ諦めるだろう。我慢しろ。ガキがやらそうな口聞くな。誰のせいで。クソガキか。もうダメだ。なんだ。出ろ。よせ。まだ奴らが。バカ野郎、将軍だ。将軍。あのな。誰か来る。どうする。強行突破だ。よし、行くぞ。おら、行くぞ。よし、こっちだ。おい、俺様の言う通りに走るんだ。こっちだ。よし、向こうだ。右だ。邪魔くせんな。飛ぶぞ。よっしゃ、行くぞ。
は右だ。俺様に譲れ。邪魔くせんな。なんだと。すえ、逃げぞ。左だ。よし、向こうだ。くそ、閉まってる。こんなもの扉蹴りゃ一発だ。よし、俺様の掛け声に合わせろ。わかった。せーの。掛け声に合わせて蹴るんだよ。ああ。せーの。よっしゃ、行くぞ。どうした？おい、今何か音がしたぞ。おい、ドアが壊されてるぞ。この辺にいるはずだ、探せ。しつけえ野郎たちだぜ。どうした？やろ、扉だ。階段。上に通じてるみてえだな。行こうぜ。屋上か。ここで朝を待とう。足ずすんなっつってんだろ。声が大きいぞ。どうしてせいか。少し休んだ方がいい。うっせえ。てめえとはもう関わらねえ。もう修験達も金もいらねえ。あだうちはてめえで勝手にやりな。最初からそのつもりだ。だいたいてめえの敵ってのはどこのどいつなんだ。乱帝だ。乱帝、乱帝、死ぬものが知ってるのか。ああ、やべえ組織だ。知ってるなら教えろ。修験達は何者なんだ。香港のボスだった男さ。今落ちぶれたらしいがな。じゃあこの法王教のことは。法王教、もう一枚竜の鏡もあった。だがそれは乱帝に奪われた。乱帝が竜と法王一対の鏡と死ゆもんか。やべえ、裏がありそうだな。また金の匂いがプンプンしてきたぜ。おい、とにかくこいつを何とかしないと間違いがねえ。夜が明けたらアジトに戻る。それまで一眠りだ。ああ。